こんにちは、ヨッシーです。本日は、ブランド紹介をしていきたいと思います。なんかメジャーなブランドなんですが、大好きなのでちょっと一度紹介をしたいと思いまして、動画を撮ることにしました。テックファッションに非常に相性のいいストリートブランドを紹介したいと思います。ケーブエンプトです。 CE ですね。CE は、スケートシングさん、スケシンさんと呼ばれる方が、2011年にトビー・フェルトベルというディレクターと豊か菱山さんという方と3人で立ち上げたブランドになります。ブランド名のケーブエンプトというものの由来はユービックに出てくる、キャラクターだったかなの、タトゥーですね。タトゥーの文字が、なんだっけな、ケーブエンペラーみたいな字が入っていて、それがあの元になっているようです。ケーブエンプト、そのタトゥーの意味自体は消費者があの製品の品質に責任を持つみたいな意味だったと思います。なんか不思議な意味ですよね。なぜこのブランドを紹介しようかと思ったかというと、冒頭にも言ったんですが、テックファッションなどと非常に相性が良く、相性が良くというかテックにも使えるし、多分古着好きな人も全然合いますね。はい、っていうのと、製品が本当にかっこいいし品質もすごくいいですよ。これなんかはガーメントダイシリーズ、製品染めシリーズのものなんですけど、今日はですね、分かりやすいようにナイキ ACG の、カーゴパンツと一緒に合わせております。これがですね、非常にかっこいい。背面が特に特徴的なグラフィックになっております。その他にも結構いっぱい持ってるので、まあ、全部紹介するとキリがないので、少しだけ紹介しますと、こういう普通のスウェットみたいな感じなんですけど、やっぱりこのケーブエンプトの文字が入っていたり、左腕のこの CE のマークですね、これが入っていたりですね。であと僕一番好きなのが裏側ですね。裏地なんですが、こういう隠れグラフィックが裏側にあってですね、表面から見るとこんな感じにピラミッドみたいになってるんですけども、裏から見ると表面から見るとこういう風に分かりにくいんですが、裏から見るとっていう感じのピラミッドみたいに見えるんですけど、これおそらくスプレー缶のモチーフだと思います。よくスプレー缶をCEはグラフィックで使っているので、肩の落ち感とかですね、オーバーサイズ具合とかが非常に絶妙で、とってもかっこいい服が多いです。そしてこのフーディーなんかも製品染めシリーズです。これもですね、さっきのスウェットと同様にバックにこんな感じの隠れグラフィックが入ってまして、内側にも派手なグラフィックが入っています。このブランドの魅力は全部の製品がそうではないんですけど、メイドインジャパンで作っているという、その、日本製なら OK かっていうとそうでもないんですけど、でもCEは日本製で作っているアイテムも多くてですね、そういうところにもこだわっているという点も一つありますし、そして何よりやはりグラフィック、高度なプリント技術とグラフィックです。そのCEのスケジンさんって本当僕非常に尊敬している人物で、グッドイナフ、藤原宏さんのグッドイナフとかにも関わってましたし、エイプ、ベーシングエイプのロゴを作った人もスケジンさんですね。もう大体すごいのってあの人みたいな感じですよ。本当にすげえ人だなと思って、一度お会いしたことがあるんですけど、いつもインタビューとかでスケシンさんってマスクしてサングラスしてなんか声にエフェクトかけてみたいな感じの人なんで、めちゃくちゃ怖い人かなと思ったんですけど、お会いしたことがあるって言っても面識があるわけではなく、たまたまイベントでお会いして、僕が友人とかと一緒にいたんですけど、スケシンさんだっていう感じで分かって、でちょっと一緒に写真撮ってもらえませんかってなんかミーハーなんですけど言って、一緒に「あ、いいっすよ」って言ってくれて撮ったっていう、いつものマスクと
エフェクトとメガネみたいなイメージでちょっと怖いみたいなイメージではなく、非常にあの雰囲気が物腰柔らかくて、あの素晴らしい方でした。その後 DJ やギャンギャン DJ やってましたけど、あのそのスケシンさんのその音楽のバックボーンがあるので、やはりその音楽イベントをやったりとかですね、あの直営店でもあのカセットテープを売っていたり、やはり音楽とカルチャーと SF とホラーみたいないろんなカルチャーが織り交じったブランドです。いつもコレクションが非常にかっこよくて、あの外人がよく着てるイメージがあります。歩いてるとたまになんかその服どこのみたいなの聞かれる時って、 C 着てる時結構多いんですよね。なんかあのやっぱ外人受けするんだなという感じと、あとやっぱりあの当たり前なんですけど、あのブランドってそのブランドがある国が一番安いんですよ。関税とかいろんな関係があってそうなんですけど、例えばまあルイ・ヴィトン買うならフランスが一番安いとか、まああのその国で買うのがやっぱ一番安いので、まあ、C 買うなら日本が一番安いんですよね。でこれがあの海外にも C ってよく置いてあるんですね。あの有名なセレクトショップにもブロークンアームとか、ヘブンとか、まあいろいろこう名だたるショップに C って置いてあるんですけど、やっぱ日本より高いんですよ。それでも向こうの人買うんで、だからその直営店は結構あの外人の人が来たりして爆買いしていく人も多いみたいです。なのであの品質も非常によく、あのグラフィックがとってもこう武器になってるブランドで、であのやっぱそういうところあのすごいストリートなんですよね。あのカルチャー寄りのブランドっていう感じなんですよ。なので、まあ、あのシュプリームとか、まあ、そういうのでこう外す、なんかハイブラをシュプリームで外す人みたいなっていると思うんですけど、シュプリームね、すごくいいと思うんですよ。あれはあれもすごいカルチャー寄りで、普通に渋谷 あのスケーターショップのストーミーとかにですね、シュプリームがまだ路面店がない頃にフーディーが置いてあったりして、あこれがシュプリームみたいな感じのものなんですけど、今なんかもういろんな人が来ちゃってミーハーな感じになってしまってるんですよ。あまりにも普及してしまったブランドの宿命かもしれないんですが、今ちょっとシュプリームってちょっとね、僕はなんですけど着るのにちょっと勇気いるブランドの一つですね。カルチャーによってるんで非常に好きではあるんですが、でそういう意味で言うと、あのまあハイブラ、まあ、別にハイブラじゃなくてもいいんですけど、なんかこうなんかちょっとこうハイブラでもまあアグロニウムでも何でもいいんですけど、なんかこうそういうのを着て、でC で外すみたいなのが、海外セレブの間で結構流行ってたりしてですね、まあ僕もそういうのすごい、その着方がすごい好きで、自分もよくあのテックのアイテムに C を合わせてちょっとこう、まあストリートってちょっとこうカジュアルな感じなんで、それでちょっとこう外していくみたいな着方がすごく好きでですね、あとはこの圧倒的なグラフィックのセンスとプリント技術でとってもおすすめです。シルエットなんかもですね、肩の落ち方とかアームのここの太さ、こういうちょっとドルマンっぽくなってるアームの太さは90年代のナイキとかその辺の形に近いんですね。今はオーバーサイズブームなんでそういうのありますけど、あの C の場合はあのただただ流行りだからオーバーサイズなのではなく、90年代のカルチャーとか音楽とかをベースにしたブランドなんで、そういう意味のある形なんですよね。その時のカルチャーを今にこう伝えるような側面もあると思って、勝手にちょっと思ってるので、まあ、そういう意味のあるこうシルエットとか形っていう服です。日本が世界に誇るブランドの一つだと思っております。ストリートブランドはやはり海外のものが強いと思うんですよ。シュプリームもそうですし、パレスとか、まあそもそもストリートのカルチャー自体はこうアメリカとかそっちがやっぱ強いので、どうしても寄ってしまうんですが、やっぱり日本初のストリートブランド、ということで C ですね、激推ししたい。まあ自分が激推しどうっていう、すでに世界的に有名なので、まあ今更という感じではあるんですが、どうしても好きなので。あとはあのこれですね、 C とナイキのコラボのエアマックス95、これは
非常に名作です。めちゃくちゃかっこいいです。非常に優れた一足ですね。まず、形は MX95 なんですけども、この特徴的なデジタルカモフラージュみたいなものがソールにまでこう入ってるっていう、なんかこう粗いグラフィックみたいな感じで、ちょっとどこか懐かしくでも非常に新しくっていうのは、あのさすがのバランスだと思います。これなぜかナイキラボとかに余ってたりするので、まだ買ってない方はすっごいかっこいいんで、これおすすめです。いいと思いますよ。そろそろ売らなくなると思うので、はい、では今回はテックファッションに合うストリートブランド、日本が世界に誇る K ベンプトの紹介でございました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram もやってますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。コメントを何かいただけると非常に続けるモチベーションになりますんで、今なるべく毎日更新できるように頑張っておりますんで、よろしくお願いいたします。今日もどうもありがとうございました。